皆さんこんにちは、身体コンサルタントアイリビスタイルの稲葉です。今日はですね、声を低くする方法をご紹介します。はい、続きですね。どういうことかと言いますと、前回ね、声高くする方法をご紹介したんですけども、今回はですね、声を低くする方法をご紹介します。自分の声がですね、高くてちょっとコンプレックスなんだっていう人もいるかと思いますし、低い声でこう何かしたいっていうようなこともあると思いますので、それをですね、やっていこうと思います。はい、という感じでですね、このチャンネルではセルフケアとかセルフコンディショニングなど皆様に役立つ情報を毎日大体11時半頃お昼休みの時間に投稿しております。チャンネル登録とか高評価いただけると動画を作る励みになりますのでよろしくお願いします。はい、ということでね、早速始めていくんですけども、声を低くする方法っていうのはですね、喉仏よりもだいぶ下の方とかをこう下げるようにするとですね、声は低くなりやすくなります。で、あとですね、首が太い人って声低い傾向にあるんですけど、気管が広いと声が低くなります。で、気管が細長いと、声っていうのは高くなります。なんで女性っていうのは気管が細いので高い声が出るというような感じですね。なんでですね、気管をこう押さえつけたりすると、振動数が減少して、声帯の振動数が減少することによって、音程が低くなります。で、それをしながらですね、首をちょっと動かすとですね、これで首っていうのがこう下がるので、気管っていうのがちょっとこう短くなるんですね。で、短くなると筋緊張がこうちょっと下がるので、それによってですね、声がちょっと低くなって、落ち着いたトーンで、会話ができるという感じですね。またですね、この喉仏をちょっと下げることによっても声っていうのは低くちょっとのぶとくなります。はい、こんな感じでだいぶ低くなってしまうんですけども、これはやりすぎなので、これをやり続けてると喉を痛める恐れがあるので、あまりやらないことをお勧めします。はい、っていう感じですね。結構自由自在に声変えられたりしますので、何かね、こう自分の声をちょっと低くしたいなと思ったらですね、喉仏の方のこの上の部分をですね、軽くマッサージで下をマッサージしてあげると、これでちょっと声っていうのは落ち着いた印象とか低い声を出しやすくなりますので、ご活用ください。はい、今日はね、声を低くする方法をご紹介しました。もしこの話がね、ふーんとかそうなんだと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。はい、以上、身体コンサルタントアイネビスタイルの稲葉がお送りしました。それではまた。